はい、こんにちは。日本改革党、靴沢良治でございます。参院選に立候補しております。ビオラ紫様、お豆様、ジョニー・ワイ様、ムイ・自然様、オニョヘ様、カルカ・トバシ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して選挙活動資金させていただきたいと思います。短い間に何度もご支援いただいている方、いらっしゃいまして、まあ、恐縮であります。ありがとうございます。東京選挙区に、参院選立候補しております。都民の方は私にご投票ください。直接的だ。地方の方は都民のお知り合いにお声掛けください。よろしくお願いいたします。まあ、選挙期間中はね、投票の呼びかけ、ぜひ私にみたいな、あからさまなものもできますんでね。お手紙、物品でのご支援は、17100EO、池袋 3-34-7、2階、33品、みたいな感じですか？靴沢良治。電話番号は、こちらであります。宅急便なんかですと、こちら、電話番号書かないと、届きませんのでね。まで、よろしくお願いいたします。生物や生物はご遠慮ください。読み方変わるの、不思議ですよね、これね。6月24日の選挙活動は、今日ですね、15時、田無駅、北口、17時、ひばりが丘、南口でやる予定であります。よかったら見物にいらしてください。政見放送の日時の通知がありました。テレビと新聞は偏ってて異常と5回繰り返しております。よかったらご覧ください。なんか東京選挙区ですんで、放送がですね、首都圏のみの放送で、まあまあ青森とか、福岡とかは放送されないみたいなんですけれども、どなたかがネットに上げてくださると思いますんで、地方の方はそちらでご覧ください。NHK、7月4日午後2時から2時半ぐらいまで、2番目の登場だそうであります。7月6日水曜日かな。5時20分、朝っぱらですね。からの予定2番目だそうであります。日テレ7月4日、4時から5時ぐらいまで、6番目。なんでこんな朝っぱらやんのって、朝っぱらしかやんねえのって、全くね、NHK も平日、月曜日の午後2時からって、これまっとうなサラリーマンには見せたくねえのが政見放送。ゴールデンでやれ、ゴールデンで。って思うんですけれども、メルマガ配信大手マグマグのマグ2ニュースさんに原稿を出したですね、私の記事が週刊ランキング1位になっておりました。パチパチパチ。なぜ、日本は外国人生活保護を給付するのか、地方議員が反対の声を上げる当然の理由、よかったらご覧ください。2ページぐらいで短いですんで、よかったらご覧ください。これ私が豊島区議会で、3回ほど演説した原稿のちょっと変えたやつですね。公約がすごすぎる、全部実現できたら救世主、ものすごい好意的にカッパ園長さんに取り上げていただきました。ありがとうございます。そういえば出馬記者会見動画も受けが良かったんですけれども、9条破棄、外国人生活保護廃止、スパイ防止法制定って、あれですね、自分では結構普通なことだと思うんですけれども、なんで今まで断言する人いなかったのか不思議なぐらいであります。選挙カーの流しアナウンスを昨日から変えました。靴沢良治9条廃止核武装、靴沢良治移民反対、靴沢良治外国生活保護廃止。これ間に名前挟むんですけど、走行中の演説は禁止されております。なんでだろう。走行中にいろいろ語ってもいいんじゃねえかと思いますけれども、まあ一瞬でですね、長々喋ってると、一瞬通り過ぎて、なんだかわかんねえっていうのもあるんですけれども、名前の連呼のみですよ、されております。これもなんでだか全然わかりません。結構受けて、高校生男子に手を振っていただきました。ありがとうございます。維新と国民民主党は、最近保守色を強めてますけど、夫婦別姓、同性婚、
LGBT 平等法、これはあの LGBT の悪口言うと逮捕されるっつ、まあ、ゲシュタポですね。LGBT ゲシュタポ法、外国人学校の無償化などに賛成してますんで、全然ね、あの、保守でも何でもありません。有権者は日本人のはずなのに、一体誰を向いて政治してるのか、さっぱりわかんねえですね。まあ、維新はわかるんですよ。あの、ポピュリズム政党だ。修具政治。受けがいい方に流されていくっていう修具政治目指してるのはわかるんですけど、維新はね、埼玉選挙区に立候補中の梅村紗英子共産党候補、ピカチュウの着ぐるみと選挙活動をしてしまう、任天堂の許可は取ったのかよと突っ込まれておりました、ネットでですね。で、あの、自分でもやばいって思ったのか、このツイートを消して今逃亡中であります。ネットなんです。任天堂の公認候補ってこと、許可取ったのか、たまたまそこにいた野生のピカチュウだからセーフなわけねえやね。とりあえず任天堂に質問メールしといた。任天堂法務部出番やで。日本の法律守る気一切なし。共産党俺たちが法だ。中国のパチモンかよ、日本じゃないみたいだな。祖国で大量生産してそう。中共と同じメンタリティ。どれだけ違反しても報道されないからやりたい放題。普段から違法行為しすぎて感覚が麻痺してんだろ。これはやばいのでやめましょうっていう人が中に一人もいなかったのがすごい。知らないんでしょうね。肖像権とか著作権とか使用許可とか知らないんでしょうね。共産党もあの、いい加減劣化してですね、中にいるのバカばっかですから、前にヤギ連れて歩いてる候補者いなかったっけ？こういうのいい加減にしろよ。いたいた、立憲の、仙台あたりの候補、立憲の女の候補。で、あの、小ヤギと一緒に選挙活動してて、選挙が終わった途端に、放棄する。みたいなこと散々叩かれて、何考えてんだおめえ。ってね、あの、言われてましたけど、赤なのに黄色。これは、ピカチュウ、ピカチュウ、サトシもいるから、セーフ。ね、こちらの青い服着た男性ですが、ハゲ取るやないかーって突っ込み入ってて、あの、大爆笑してしまいましたけれども、議会でも何度も言ってますけど、共産主義者っていうのはあの、民衆を騙してですね、権力を得た後にですね、騙したなって言ってくるやつは、粛清すればいいやって考えてから、どんな嘘も、ためらいません。その嘘に責任取んなくてもいいんだもん。騙したなっていう人、あの、やっつければいいからね。粛清、まあ、あの、物理的排除、殺害、なんていう手もありますね。その場その場で、騙せればいいって考えてますんでね。騙せなくて、党員は減る一方ですけどね。お前ら、あの、騙せてんな。よし、騙したって思っても、勘違いだからそれ。バカだから、あの、そんなこともわかんなくなっちゃったんですね。この選挙でとりあえずですね、議席半減してほしいなんて思っておりますけれども、改選は6名だそうであります。共産党3議、6名追って、それがあの選挙、比例5、選挙区1の割合、比例と選挙区の比率が異常なんですけど、比例でしか議席を得ることが可能なくなってしまったのかな。選挙区1ってね、選挙違反常習犯の山添拓のことですかね。1ってあの唯一で今回さで出てる選挙区のやつって言ったら山添拓しか知んないんで、まああの東京選挙区は6枠ありまして日本最大ですから、まあ6枠あれば引っかかる1人だけってことなんでしょうかね。前回は66万5千票取り上がりまして第4位で当選しました。この6年で赤票がどんだけ減ったか楽しみであります。まああの山本太郎と食い合って共倒れ希望なんですけれども、66万8千票を取ったものが6年間でどれぐらい減ったのかな。6年間でしょ。まああの10万票ぐらい減ってるといいんですけれども、まあまああの140万人亡くなってます。日本では。そうするとね、あの、東京では14万人
自然となくなるってことなんですけれども、このうちね、あの共産党に投票しちゃうような人がどんだけいっかって話ですね。14万人いたら共産党に投票しちゃう人1万人ぐらいかな。したら6年で6万票しか減ってねえのがなんか残念だななんては思いますけれども、引き続き選挙活動頑張ってまいりますんで、応援ご支援よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。